白文自身の語るところによれば、先祖は、河の道ありの末で、淡路が、峠城主の林、淡路守る通力であるという。また、実家は、相国熊毛群田場に村の農家で、白文の祖父、林助左衛門は、林屋の本家、林利八郎の養子となり、本家を継いだ。林助左衛門の子、重蔵は、萩藩の倉本付中官水井武兵の養子となり、 水井十三と名乗るが、安政元年、水井武兵が、諏王国沢軍相畑の足軽で、藤原姓を称する、伊藤八重門の養子となり、伊藤すぐえ門となを改めたため、十三も、伊藤氏を称したという。伊藤十三の長男が、伊藤博文公爵である。白文の後は、養子の広国が継いだ。角川日本製紙歴史人物大辞典4。 宮城県政市家系大辞典に、平侍150国の仙台藩市に、落ち着くねで、稲葉市一族の四門市を祖とする林氏がある。稲葉通富の子である、林通県の子の林新左衛門通り家康の、数世孫の四門、四郎兵衛を祖とする。四門、四郎兵衛は、堀秀政の堀氏に仕え、慶長年間に、大見国岡村に住んで、岡村氏を称する。子孫は、 福島正則の家臣になった後に、江戸幕府幕臣となるが、聖徳五年に浪人となった。その後幸運にも幕府に召し抱えられ書物奉行となったが、岡村義道。召し抱えられた時期は不明、近元実直で上司と合わず1741年に職を自主浪人になった。両通には、猿大名家で三千国の家老職を務めていた兄が、おり、 子供を預けようと訪れたが、主君に還元死した後だったため、結局葬儀であった弟の林十五道明に子供を預けた。道明は開業医であったが後に仙台藩医となり、両通の娘で道明の名である奈穂が仙台藩に方向に上がる。奈穂は伊達隆村に見染められの側室となり、その影響により弟の林と良が仙台藩士となり、 以後続いていく。林友良の弟の林士兵は、関西の三鬼人の一人として知られる。海、源氏、小笠原氏の冒険であり、松平地下志氏の頃より、松平氏に仕えたとされる、不大家臣。品の林城を築いた府中小笠原家の小笠原、清宗の次男の林三政を師祖とする。江戸時代後期までは代々旗本であったが、文政八年。 十一大将軍、徳川家成の長身であった、林忠秀の第二回復地範囲万八千国の大名に列せられた。この中朝日の第二一万国に減らされ、陣屋を移し、城西藩となる。幕末、城西藩第三代忠敬は、藩主であるにもかかわらず自ら脱藩し、藩主を率いて、旧幕府軍として、母親戦争に参戦。その責任を取られ、 上彩藩は明治元年に、明治新政府により取り潰しとなった。しかし、明治26年に許され、忠敬は、無尺家族に、嫡男忠宏は断尺に除されている。なお、林忠敬は、昭和16年まで存命しており、最後の大名とも呼ばれた。結果論であり、伝承によることになるが、徳川氏の始祖から、徳川幕府の最後まで、林家は、 徳川の神として使えたことになる。藤原敏人の子である、藤原信用の流れを組む斎藤氏の冒険。溶か氏とは同族である。林家は、京都の町人であった、林真治の子である、林羅山を外する、朱子学派受学者一門。林家と呼び習わされてはいるが、名字は、林である。ザ山以降、一族は、江戸幕府に儒官として使え、 三代、林奉公からは、代々大学頭を世襲した。しかし七代、林信行には、志士がなく、岩村藩主、松平上雲のこの松平上皇が養子となり、八代、林十歳として、林大学頭を継いだ。終わり、都央林市三河林鹿が林市林,林家。ありがとうございます。